ただ、バックスはリラードを、まあ、セカンドオプションとか言うけど、ダブルエースのチームって、その行ったり来たりするじゃん。ファーストオプション、セカンドオプション。そういう意味では、リラードセカンドオプションって言ったけど、そのリラードのことだけを考えたオフェンスっていうのがバックスには結構あるんだよね。で、その最たる例が、一番最初の方に、シーズン始まった最初の方に解説した、シクサーズ戦かな？バックス VS シクサーズの、ブルロペとヤニスが2人で腕組みながらこうスクリーンをこうやってかける。リラードがここにいたとして、そのリラードに対してこうスクリーンをかけるっていうのを解説したと思うんだけど、あれってもうリラードにドライブさせることだけしか考えてないセットオフェンスなのね。あ、そう、超ハイピックのやつ。そう、スーパーハイピックのやつをリラードにやらせるじゃん。で、あれやらせるのなんてリラードぐらいじゃない？ジャモラントですらそこまで、その最後のなんかラストポゼッションとか、ここぞっていう時にはやるかもしんないけど、なんか普通に試合中流れであれやるなんて、多分マジでリラードだけだと思うんだよ、今。そう、ブルロペとリラードがこうやってスクリーンすると、ダイブすんのがすげえ時間かかるね。こっからロールするってなると、めちゃくちゃ時間かかるの。で、あれってもうリラードのスピードをもう生かすためだけに考えられたオフェンスになってるから、相手に絶対アンダーさせないっていうために2人で腕組んでこう、超ハイピックするっていう。あ、カリーも確かにね、たまにやるかな。でもそれでもやっぱたまに。一試合で一回もない時も全然ザラにやると思う。カリーの場合は別に、だってそもそもアンダーされないじゃん。で、別にカリーってスピードもそこまでないから、カリーに対しての最善手ではないから、そこまでやらないと思う。一試合に一回も見ない時も全然ザラにやると思う。カリーはどっちかっていうと、そもそも相手アンダーしてこないから、サイドピックの方が多いと思う。こうフラットスクリーンを2枚こうやって重ねるんじゃなくて、シンプルにこうサイドピック、カリーがここにいたとしたら、サイドサイドで、ドレイモンドとクミンガとかでスクリーンして、みたいな方が全然多いと思う。っていうので、まあ、あれは本当にリラードにマジで特化したオフェンスだなって思ってて、で、それをやらせてもらえてる状況で、かつ、ヤニスがこの間インタビューで言ってたのが、俺ちょっとびっくりしたんだけど、このチームはリラードのチームだと。ヤニスフランチャイズプレイヤーなのに、バックスはリラードのチームっていう発言してるのね。で、理由がめちゃくちゃ大ファンだからっていう理由らしいんだけど、俺はリラードの大ファンなんだみたいな。だからセカンドオプションって言いつつ、もうさっきも言ったように、ファーストオプションとセカンドオプションこう2人でやりくりしながらやってるチームだから、まあ、リスペクトしてるっていう意味もあるんだろうし、ただ俺そのヤニスの考えがバックスをうまく活かせられてない状況にしてしまってるんじゃないかなっていうのも同時に思うんだよね。俺はやっぱりあのチームはヤニスのチームだと思うし、ヤニスがひたすらわがままやるべきだと思うんだよ。もちろんそのわがままっていうのは、やりたくないことはやらないよとか、そういうわがままじゃなくて、自分の意見を一番に通してもらえるようなチームであるべきだと思うんだけど、そのヤニスが、ここはリラードのチームだよって言って、で、そのリラードが、その、ブレイザーズからバックス来てから、ゼフ長になってしまって、うまくいかなくなってしまってる。だからこれはエイドリアン・グリフィンのせいなんだっていうので、グリフィンにね、焦点を当ててしまったっていうのとかを考えると、そのヤニスのリラードを超絶リスペクトしてるっていう部分が、本来もっとできるはずなのに、なんか自分たちでこう負けの方向に進んでしまってるような気もするんだよね。いや、不健全だよね、だから。リラードの大ファンだったら、大ファンだからこそ、ブレイザーズの全盛期の頃と、今の実力が、ちょっと差があるっていうのを、ヤニスは自覚しなきゃいけないと思うし、その上で、じゃあ今のリラードを最大限活かせる方法は何なのかっていうのを、ちゃんと考えるべきだと思うんだけど、今のリラードを、ブレイザーズの時のリラードと全く同じように評価をして、リラードのチームだからっつって、ね、やらせた結果、それでうまくいかないのはグリフィンのせいだみたいな感じの雰囲気にさせてしまったのは、こ
これはちょっと優勝には遠いのかなって個人的には思っちゃうね。ヤニスって昔勝てなくなったら出ていくみたいなこと言ってましたよね。そうだからリラード取ったよね。そのファーストラウンドでヒートに負けるみたいな失態を犯してしまって、でブーデンホルザー解雇して、それだけじゃなく、まあ、ホリデーを捨ててリラード取って、まあ、ヤニスの機嫌を伺った。まあ、ヤニスはリラードのことが好きっていうのはもう周知の事実。オールスターでもヤニスがキャプテンの時にリラードを一番最初に選択してるよね。前のオールスターで、確かオールスター全く知らない俺でもそれは確かそうだったと思うんだけど、だからリラードを取ればヤニスはこのチームに残ってくれるだろうっていう。で実際契約延長したよね確か。だからそういう意味では成功はしてるんだけど、ただ今結果が出てない。まあ3位っていうのをどう捉えるかだけど、まあ、正直ホリデー捨ててでもでやった動きで3位っていうのは俺は結果出てないっていう風に捉えていいと思うから、今セルティックスが44勝してる中でバックスは35勝でしょ。もうすでに1位と9の差があるからね。3位のクリッパーズなんかウルブズと 2.5 ゲーム差しかないけど、もう東はもうセルティックス一強みたいになっちゃってるから、そういう意味では結果出てないっていう風に言えるよね。今ドックリバースの件で炎上してるんだけど、あそうで俺の配信でさ、こう優勝するために一番必要なことよく話すけどさ、オールラウンダー A プラスとかそんなのぶっちゃけどうでもよくて、それよりもやっぱフロント、コーチスタッフ、そして選手、この3つの分野っていうか、選手、コーチ、フロント、この3つのなんていうのカテゴリーで三位一体になって同じ方向を向けるチームが一番強いよねっていう、それを成し遂げてるのがマイアミヒートだし、デンバーナゲッツだし、まあ今まではウォリアーズだったしっていう話だったけど、じゃあバックスどうなのかっていうのでいくと、それもねドックリバース言ってたけど、俺もびっくりしたわ聞いて。ドックリバースは反対だったらしいね、自分をヘッドコーチにするの。なんでフロントがグリフィンを切って俺に声をかけてくるのか理解ができなかったみたいな、なんでそんな動きをしたのか理解に苦しむみたいな発言をポッドキャストでしてて、もうその時点で終わってるよねマジで。フロントコーチ選手のベクトルが全く別の方向いてるじゃん、そら勝てんてと思って。そうだから今ドックリバースももともとヘッドコーチやりたいわけじゃなかったっていう感じにもね聞こえるし、まあ、今負けてる言い訳をしてるようにも聞こえるし、終わってから言うべきっていう意見もねすごいわかるし、でもともとドックは多分あのウィザーズの新しいヘッドコーチと同じようなスタイルなんかな、思ったことはストレートに良くも悪くも言ってしまうみたいな、リバースにもそういう気質はあるんだろうね。まあよくの選手の責任にするインタビューもねあったりもするから、多分割かし合ってると思う。結構 100% ストレートに自分の思ったことを言ってしまう、あえて言ってしまうっていう表現にするけど、だそれも多分その一つ、まあ本人はだから悪気は多分ないんだよね。これを今発言することによってチームに不信感を与えてしまうっていうとこまで考えが及んでないのか、別にそう思われても自分たちがしっかりしてれば問題ないでしょっていう意味で言ってるのか、他人にどう思われても自分たちがしっかりすればいいやんみたいなね。まだドックリバースはまあ良くも悪くもそういうのを言うような人、まあ、だからこそ見えてくる部分もあるから個人的にはありがたいなって思うんだけどね。やっぱそういうのドックが言ってくれないと、なんで今バックスがうまくいってないかさ、ただの妄想でしか話せないから。けど自分の妄想があらかた現実味を帯びてるような気もするし、やっぱこのフロントと選手とコーチ3つの軸がベクトル同じ方向向いてないっていう、まあそれはドックの発言聞いても多分本当なんだろうなっていう。で今怖いのがマイアミヒートが7位になりそうなんだよね。で7位になると2位と対決だから、まあ、今キャブズだけど、まあ、バックスが2位になったとしたらまたヒート VS バックスの試合になるんかな。でまたファーストラウンドで下克上されるみたいな。いや怖いよねちょっとね。いやヒートマジでバックス食いそうだな。なんなら普通に6位になってバックスと戦う、今3位のバックスと戦うパターンもあるのか。今ペイサーズが6位で32勝なんだけど、ヒートが30勝で差が1ゲーム差なのかな。だから6位になる可能性も全然あるね。まあなんならあれやね、バックスと4ゲーム差しかないからワンチャンヒートが3位になるみたいなのまだ全然あるね。東は2位から8位が団子状態、ゲーム差が6ゲームしか空いてないから、2位から8位までまだまだ入れ替わるかもね。ああバックスペイザーズもね確か面白そうよね。ハリバートン VS ヤニス
また勝った方のチームがねボールを家に持って帰ってヤニスがブチギレる。